出口浅綾は TNC テレビ西日本のアナウンサー。大阪府堺市出身。神戸女学院大学在籍時には同期生の鎌田香なと共に大阪で放送局承認のアナウンス学校である生田教室でアナウンスを学んだ。現在でも親しいようであり、ブログに時々登場する。2006年に TNC に入社。同期は牧尾ゆいアナウンサー。 二年目は報道担当としてニュース番組や報道特別番組に出演。一部のネット掲示板などではアナウンス能力や手島純一気象予報士との掛け合いを評価する声もあったが番組のリニューアルに伴い同期の巻き男を代した。一方関西人であることから関西の番組を好んで見ておりアナウンサー日記では関西ローカル番組の公開収録に 足しげく通っていたこと、中でも高人胸いっぱいのファンであることや、関西テレビアナウンサーの藤本恵子が目標であることを公言している。系列のドラマにも、早くとして出演しており、今後は、バラエティ方面での起用も検討されている模様である。最近は携帯電話をスマートフォンに買い替えていた。2012年12月10日放送の、たまり離内で結婚したことを発表。 2014年9月上旬に第一子となる女児を産んだが、すでに男児二人の母となっていた、つの世界がサポートした。2019年11月18日に、九州朝日放送で放送された、はと宮本福岡よいとのゲストとして出演した、指原里野の福岡で一番会いたい人として、たまり場で共演した出口を指名したため、放送局の垣根を越えて出演した。 この場面を収録するために、九州朝日放送の番組にもかかわらず、テレビ西日本の本社に赴いた。この時に、現在は、総務部に移動したことを報告した。2021年9月1日、自身のブログで約7年ぶりに、アナウンス部に戻ったことを発表。TNC エリアが舞台となる FNS のドラマに、早くで出演することがたまにある。ありがとうございます。